ジャン・ジャック・ルソー。現代の民主主義や近代教育に多大な影響を与えたフランスの思想家。ルソーは波乱万丈の人生を生きた。これは彼が真の偉人となるまでを描いた物語。前編で紹介した彼の33年間の人生について少しおさらいをしよう。生まれてすぐに母親を亡くし、母の愛情を知らずに育った幼少期。10歳で孤児同然となり、度重なる理不尽な虐待を受け、非行に走った少年時代。13歳年上のバランス夫人との奇妙な愛人関係と、放浪に明け暮れた20代。死の淵をさまよい、人生の短さを悟り、独立を決意して、学会へのデビューを果たした30代。そして、ルソーが世界の歴史に名を残す真の偉人となる出来事が、1750年、彼が37歳のある日に突然起こった。ルソーはその日、メルキュール・ド・フランスという雑誌に目を通していた。そこには、アカデミー協会が懸賞論文を募集している広告があった。論文の課題は、学問と芸術の進歩は道徳を向上させたか、もしくは腐敗させたか、というものであった。ルソーはこれを見た瞬間、突然のひらめきに身動きすら取れなくなった。点と点が一つの線で結ばれるように、これまでのすべての学びが一つの線でつながったのである。ルソーはその場にうずくまり、30分もの間、動けなくなった。そして我に返ると、自分の服は涙で濡れていた。この一瞬にして、ルソーの思想が完成したのである。ルソーは後にこの時を振り返り、こう述べている。これを読んだ瞬間、私は別の世界を見た。そして、私は別の人間になってしまった。と、ルソーは自身の思想をまとめ、学問芸術論を執筆した。彼はその中で次のように綴った。人間はもともと、孤児であれ、貴族の子であれ、誰しもが才能があり、幸福になる力がある。ところが、学問や芸術、文化が人間の自由を奪い、それが自然な人間を束縛していく。つまり、学問や芸術の発展が、人間の魂の堕落と腐敗をもたらし、文化が不平等を生み出すのだ。彼の論文は、学会に衝撃を与え、見事入選を果たした。その後も人間の不平等について述べた人間不平等起源論や自由と平等を重んじ特権政治を否定した社会契約論、近代教育学の礎を築いたエミールを続けて執筆した。彼の思想は非常に画期的なものであり、人々は驚愕した。国王の権利は神より与えられるとする王権神事説に真っ向から対立した思想であったからだ。ルソーはフランス国民に広く啓蒙思想を知らしめた。彼の死後12年が経ち、フランスでは国民が自由を求め、フランス革命が起きる。ルソーの思想は再び評価され、それらは国づくりの礎となった。自然を見よ。そして自然が教える道をたどってゆけ。自然は絶えず子供を鍛える。